大韓民国旅券は大韓民国のパスポート。韓国の外交部が発行し、韓国造兵公社が印刷している。韓国のパスポートは国籍や青年月日など所有者の身分証明書として機能する。かつては所有者の住民登録番号も記載されていたが、2021年の審判以降は削除された。通常のパスポートは以下の通り、 2021年後半以降、外務省は新しいバイオメトリックパスポートを発行する。パスポートはセキュリティを向上させて全面的にデザインを変更する。身分証明書のページは偽造しにくくするためにポリカーボネートで作られる。通常のパスポートの表紙の色は緑から青に変更される。安全性を高めるためパスポートから所持者の個人 ID 番号を削除する。 新しいパスポートは、当初、外交、公用パスポート所持者は2020年6月から、普通パスポート所持者は2020年12月から、発行される予定だ。しかし、COVID-19 パンデミックの影響で渡航者数が、減少したため、新パスポートの導入は2021年後半、または、現在のパスポート冊子の在庫がなくなるまで延期される、ことになった。 外交官、公務員用パスポートは予定通り発行される。韓国のパスポートカバーは濃い緑色で、表紙の中央には大韓民国の国章が金色で刻まれている。朝鮮民主主義人民共和国旅券との違いとして、北朝鮮のパスポートにはという単語が用いられているが、韓国のパスポートにはという単語が用いられている。 韓国の生体認証パスポートの身元情報ページの日本以下の情報が記入されている。パスポート名の音節の分離2007年以前は、パスポート名の音節は常にスペースで区切ることが規則だ。しかし、これにより多くの韓国人が海外に出て不便を被ったため、2007年に名前にスペースを含めないように原則が変更された。この表記は、 ローマ字と一致している。大韓民国旅券の保護要請文は、次のように書かれている。朝鮮語、英語、日本語独自翻訳、韓国国民のビザ要件大韓民国ビザなしで、渡航可能到着時に、ビザ発行可能イベサ対応到着時、または、オンライン申請可能ビザが、必要大韓民国政府によって、渡航禁止されている地域2019年1月15日の、 時点で韓国国民は189の国と地域へビザなしもしくはビザを取得して渡航可能である。愛韓民国旅券は旅行の自由度が日本に次いで世界第2位にランク付けされている。朝鮮半島全土を自国領としている韓国政府は北朝鮮への渡航を正規の海外渡航とみなしていない。そのため、 韓国人が北朝鮮に渡航するためには、大韓民国旅券の代わりに、統一部発行の訪問証明書や観光書を用いる。韓国政府は安全上の理由から、アフガニスタン、イラク、リビア、ソマリア、シリア、イエメンを旅行先として禁止している。インコリアンミックスドスクリープと、大韓民国国民旅券所持人支証、通行必要便宜保護関係者。 妖精、ありがとうございます。